ネベリの紋章。ネベリは、ロシアのプスコフ州南部にある町。州都プスコフからは南へ242キロメートル、ネベリ湖のほとりにある。最寄りの町は40キロメートル北にある、プスコフ州のノボソコリにキ人口は2002年全ロシア国勢調査で18,545人。ネベリが文献で初出するのは1503年であり、当時は、 モスクワ大公国の領土で城塞があった。地名の由来は、スラブ人進出以前のフィングゴルゴ派あるいは、バルトゴ派の言語で、沼地を意味する言葉ではないかと考えられる。16世紀から18世紀までネベリは、ロシアとリトアニアの境界の町であり激しく、争奪された。リボニア戦争の講和条約で、ポーランドリトアニア共和国に割譲され、1678年にも、 再度ロシア領からポーランドリトアニア連合領となった。その後100年間はポーランドリトアニア連合の領土であったが1772年の第一次ポーランド分割でロシア領へと戻り直後に死の地位を与えられた。1778年にはエカチェリーナ2世の下で都市計画が行われ、1781年には死の紋章も与えられた。 1812年のナポレオンのロシア遠征では、ネベリは、ロシア軍の要塞となった。19世紀には、工場もいくつか置かれた他農産品を扱う、定期種が立つことで知られた。1941年7月から1943年10月までは、第二次世界大戦により、ドイツ国防軍に占領され大きく破壊され、戦後に集中的に再建と、 産業集積が進んだ。今日のネベリには靴や繊維など15ほどの工場がある。またサンクトペテルブルクからビチェプスクへの鉄道とベリーキエル行きからポラツクへの鉄道が交わる交通の要衝でもある。またサンクトペテルブルクから南へ走るロシア、連邦道路 R23 が通り、すぐ南のベラルーシとの国境を越えると最終的にはウクライナのオデッサへと至る。 また、モスクワと西米寺を結び最終的には、リガへ至るロシア連邦道路 MQ へも近い。ありがとうございます。